アルバート・ジョン・モンバイル・ズーリは南アフリカ共和国の黒人解放運動指導者、政治家、教員。1952年よりアフリカ民族会議議長となり、1950年代に南アフリカで少数白人政府に対する反対運動を展開した。1960年に彼自身の ANC での役割やアパルトヘイトに反対したことにより、 ノーベル平和賞を受賞。彼は1898年頃に、キリスト教の宣教師である、ジョン・バンヤン・ルツーリと、ムトン・ヤグ・メダの、第三子として、現在のジンバブエのブラーヨに生まれた。彼の父の死後、彼と彼の母は、先祖代々の土地である南アフリカの、クワズール・ナタール州にある、グロートビルに行き、オバノ・マルチン・ルツーリと暮らした。 彼はキリスト教の中の宗派の一つであるメソジストの教会で洗礼を受けた。1920年に彼は政府の奨学金でアダムズ大学のハイレベルのコースを受け、続いて教員養成学校のスタッフに参加し、当時のアダムズ大学高校の校長である ZK マシューズと並んで教えた。彼の母による金銭面での協力があったので、彼は オートヘア大学の奨学金を断られた。彼は1928年にアフリカ教員協会の事務官に、1933年には協会の会長になった。また、彼は宣教師としても働いた。1933年に部族のリーダーが彼に部族のリーダーにならないかと尋ねた。2年間彼は迷ったが、1936年の年初に彼はこの申し出を受け、 1952年にこの組織が政府によって壊滅されるまでリーダーを務めた。1944年にルツーリはアフリカ民族会議に参加した。1945年に彼はクワズール・ナタール州議会の委員に選ばれ、1951年には委員長に選ばれた。翌年彼は他の ANC のリーダーたちと共に政府の作った 黒人差別の法律を非暴力で無視するキャンペーンを行った。1952年に ANC の議長に就任した。1956年に ANC は自由憲章を制定した。1960年にノーベル平和賞を受賞した。1962年から1965年まで英国グラス号大学の学長に就いた。 1967年7月に彼は自宅近くの列車事故で致命的な傷を負い69歳で亡くなった。ありがとうございます。